テッド・ニーリーはアメリカ合衆国の俳優、ロック歌手、作曲家である。1943年テキサス州レンジャーに生まれる。ロックバンドを組んで歌手としてキャリアをスタートさせ、1965年にテディ・ニーリーというアルバムを発売。それからバンド活動を本格化させると同時に、 役者として1968年にロックミュージカルアリソンの主役を張るなど多様な才能を発揮した。1969年には同じくロックミュージカルヘアーでクロード役を公演。その演技が演出家の目に留まり、1971年にブロードウェイで上演されたジーザスクライストスーパースターのキリスト役に抜擢された。 ブロードウェイで上演された舞台が好評だったことを受け1973年に制作された同盟舞台の映画化作品でも主演に抜擢され映画は高評価を得たニーリー自身も評価され1974年のゴールデングローブ賞における新人部門でノミネートを受けているジーザスの成功を受けニーリーは1974年に 1974AD というソロアルバムも発売している。その後、1970年代は他にもいくつかのテレビや映画へ出演し、役者活動を続けたが、1985年を最後に、しばらく俳優活動は休止して、元々の音楽活動を優先させた。しかし、2012年に、クエンティン・パランティーノが脚本、監督を手掛けた西部劇映画、 ジャンゴ繋がれざるもので久々にスクリーン復帰を果たした。映画版のジーザスクライストスーパースターを撮影中にリー・アング・レンジャーと出会い、二人は結婚した。ありがとうございます。